アイコナール近似とは、光の波長が十分に短く気化工学の適用できる場合に、振幅は時間や場所によって緩やかに変化し、位相は屈折率を光の振度に沿って積分した航路長によって表すことができるとする近似である。E.H. ブルーンズは、この位相あるいは航路長をギリシャ語で映像を表す言葉にちなんで、アイコナールと名付け、アルノルト・ゾンマーフェルトとジー・ルンゲは、 このアイコのある近似を初めて解析的に具体化した。量子力学においても粒子のエネルギーが十分に大きく、古典力学の適用できる場合に粒子の状態を表す波動関数について、その位相変化を古典力学的な粒子の軌道に沿った作用積分で表す近似をアイコのある近似という。すなわち屈折率が波長の逆数で決まるので、 その波長に粒子に作用するポテンシャルによって決まる。各場所での運動量に対応するドブロイ波長を対応させたものに他ならない。その位相をポテンシャルの一時で禁止したものをアイコナール禁止と呼んでいる。さらに工事の禁止がアイコナール展開の方法によって調べられている。ありがとうございます。